はい、チェックメイト。うわー、ちょっと待って、それはフェイク。そう、フェイクよ、ノーカウント。うん、これで何度目。前々から思ってたけど、あなた弱すぎよ。どうしてかしら。ゴーン、そんなに はっきりと、もうスパイトのくせに。単純な疑問よ。確かにチェスは盤上のスポーツ、芸術、科学、いろいろと形容されているけど、あなたはどれもそつなくこなすでしょ。実際の作戦立案だって優秀なものだし。そんなの当たり前よ。この優秀なリーダーである私は、あらゆるシチュエーションを想定してチェスをしてるんだから。シチュエーション？だって実際の戦況は何が起きるかわからないでしょ。例えばここのスペース、こんな無防備に進めるなんておかしいじゃない。はあ、これはただのチェスなのだけど。きっとここには敵の罠がある。潜水艦がいるかも。うん、ただのチェス。つまりこの盤上では実際の戦闘が行われているのよ。チェスが行われているのよ。百歩譲って、シチュエーションはまあわかったわ。ん？じゃあ使う駒が偏っているのは？特にないと。なんでないとばっかり？そんなの決まってるじゃない。ナイトはウォースパイトだからでしょ。はあ？ロイヤル陣営で最強の騎士といえばウォースパイトでしょ。私が最高に信頼する騎士が活躍しないなんてありえないわ。そう、それなら仕方ないかもね。だからクイーンとなった私のために、まさしく馬車馬のように働いてもらわないとね。え？私ってば本当にカリスマ。さしずめキングが指揮官で、エリザベス様はビショップかしら。くその艦隊では絶対に働きたくないわね。